私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。坂本勇人は今オフに放出されるのか？2代続けての巨人賞とのまじない。坂本勇人の前は仁岡、女性問題で炎上する巨人のショート。そんな中、暗雲が立ち込めているのが巨人だ。10月4日には原辰徳監督の続投が決定し、原監督は来季で通算17年目のシーズンに臨むことになる。しかし、その内実はボロボロだ。プロ野球はペナントレースの全日程が終了し、10月8日からは日本シリーズ出場をかけたクライマックスシリーズ CS が始まる。セリーグは東京ヤクルトスワローズが、パリーグはオリックスバファローズが連覇を達成し、両チームが順当に日本シリーズに進めるかどうかが注目される。通算勝利数は巨人史上最多ですし、その功績は疑いの余地がありませんが、今季は原監督の采配に疑問の声も多く、一部のファンからは退陣を望む声が続出。昨オフに新たに3年契約を結んだ時もブーイングの嵐でしたが、続投が正式決定したことで暗黒時代に突入という嘆きの声も聞こえてきます。今季は5年ぶりの B クラスとなる4位に終わり、原政権下では初めて CS 出場すら逃しました。また今季は昨季に続いて勝率5割以下の負け越しに終わり、2年連続負け越しは球団史上2度目の屈辱。しかも前回は監督が交代していましたが、今回は同じ原政権下での2年連続負け越しということで、巨人の歴史に残る汚点となってしまいました。チーム打率.242、チーム防御率.369はいずれもリーグワーストですから、抜本的な立て直しが急務です。今季の坂本選手は怪我の影響もあり成績が低迷。さらにチームも停滞したこともあってか、一部ネット上では坂本選手の退団を望む声も加熱しているが、実際のところその可能性はあるのだろうか。さすがに限りなく低いと言わざるを得ないでしょう。今季は確かに冴えなかったですが、坂本は33歳の若さで歴代19位の2205安打を記録しており、将来的には張本勲氏の NPB 最多記録3085安打更新も狙える。現役でありながらレジェンド的存在。しかも守備の要であるショートとしてプロ入り2年目から15年間ほぼフル出場を続けてきました。原さんが監督復帰した2006年のドラフト会議で獲得した原野球の秘蔵子でもある。さらに、スター性も抜群で生え抜きですから、将来の監督候補であることも間違いないでしょう。チーム成績以上に巨人に激震をもたらしたのが、主将である坂本勇人選手の醜聞だろう。9月に、ふみはるオンラインが坂本選手の女性スキャンダルを報じて以降、そのあまりに衝撃的な内容から特にネット上では坂本選手への非難が続出。もう応援する気にならない、失望したなどと厳しい声が上がっている。スポーツ紙が坂本のスキャンダルをスルーしたことも批判を加熱させましたが、被害者女性と坂本の間で示談が成立していたこともあってか、球団からは何の処分もありませんでした。そもそも現監督の原さんも過去の女性問題をめぐって元暴力団員に1億円を払っていたという大スキャンダルを抱えている身ですから、坂本の件も厳しく追及できないのではなどと批判の対象となりました。一方で坂本選手と同じ巨人のショートを守り、生え抜きのスター選手として活躍した仁岡智博という前例もある。2008年、選手会長だった仁岡とタレント山本萌奈のスキャンダルが話題となり、仁岡は怪我でリハビリ中だったこともあって大騒動に。去就が注目された仁岡は、オフに北海道日本ハムファイターズにトレードされている。その仁岡が怪我で離脱し、スキャンダルで大炎上する中、ショートのポジションを颯爽と奪い取っていったのがまだ10代の坂本でした。仁岡はルーキーだった1999年からショートのレギュラーに定着しましたから、この20年以上巨人のショートはほぼ仁岡坂本という2人の人気選手が務めてきたことになる。しかし2代続けてなかなか衝撃的な女性スキャンダルで世の中を騒がせるというのは、
皮肉な現象です。パリのむしろとなりそうな坂本選手のシーズンオフだが、どのように過ごすのだろうか。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。